初敵は、中華民国の学者、思想家、外交官。元の名は、次ぐ、字は、吉つよ後に敵と改名した。字は、敵の。アメリカの哲学者、ジョン・デューイのもとでプラグマティズムを学び、新文化運動の中心を担った。中国哲学、中国文学を広く論じた。北京大学教授の地学長。 国民党を支持したため戦後は米国に亡命した後、1957年に台湾に移住した。古敵別陰フーズ封印、チャイナサード江ド、台北市南港区の古敵公園にある古敵の共造1891年、チャンスー賞松江府川佐長で生まれ、本籍地の安記小期州府伊佐経験で育った。14歳の時、社会進化論の書物、 天縁論を読んで感銘を受け、同書の中の用語、敵者生存にちなんで、敵と名乗るようになった。1910年、19歳の時、アメリカに留学し、コーネル大学で農学を学び、ついで、コロンビア大学のジョン・ギューイの下で、プラグマティズムの哲学を学んだ。1917年、コロンビア大学にて、論文、古代中国における、論理学的方法の発展で、 哲学博士号を取得した。アメリカに滞在中の1917年、陳独集の依頼で、雑誌、新青年に文学改良数義を寄稿し、難解な文語文を廃して、口語文に基づく白話文学を提唱し、文学革命を理論面で後押しした。ただし、彼自身にもいくつかの作品があるが、文学的才能には恵まれなかったようで、 実践面は路人などによって推進された。同年、北京大学学長だった蔡玄梅に招かれて帰国、20歳大半場にして北京大学教授となり、プラグマティズムに基づく近代的学問研究と社会改革を進めた。この時、受講生だった古結合に影響を与え、後にギフルパが生まれるきっかけを作った。 1919年、新青年が無政府主義、共産主義へと傾いて、政治を語るようになると、古敵は、理大将と、問題と、主義論争を起こし、これらの主義を空論として批判した。やがて、新青年を離れて、国古生理に向かい、中国の歴史、伝統思想、文学などを研究した。1922年、 努力手法を創刊し、共産主義、無政府主義に対して、改良主義、公政府主義を主張した。1925年前後、善に関する論考を表し始める。1930年、大英博物館の遁公文書調査で発見した、カタクシン会の異文をもとに、神会予想一周を発表した。満州事変が起こると、1932年、 独立評論を創刊し、日本の満州支配を非難している。古敵は、河北保存的重要という文章を発表して、現今の中国は、日本と戦える状態ではないと指摘し、戦えば、必ず大敗するが、忘ればすなわち対乱に至るとは限らないが故に、停戦計りごとはすべしと唱えた。古敵はさらに、 日本が下北から撤退し、停戦に応じるのであれば、中国としては満州国を承認しても良いとさえ主張している。1935年には、日本切腹中国解釈論として知られる評論を発表。この中では、米ソ両国と衝突する日本はいずれ次回の道を歩み、中国は数年の真空を我慢してその時を待てば、 切腹する日本の解釈人となるだろうと記した。その後、小解析政権に接近し、1938年中米大使となってアメリカに渡り、1942年に帰国した。1939年にはノーベル文学賞候補にノミネートされたが受賞を逃した。1946年、北京大学学長に就任。 1949年、共産党が国境内戦に勝利するとアメリカに亡命した。1950年代には共産党政権下で古敵思想批判が展開された。1957年から台湾に移り、外交部顧問、中央研究委員長に就任した。推計中や全州市の研究に取り組んだ。1949年には、 ハワイ大学で開催された第二回東西哲学者会議で、鈴木大説と、全研究法に関して、討論を行った。1962年、聖挙。艦隊時の書籍でも、反対アザ表記の、古敵を用いる場合がある。流装、原服と翻訳、主体性と、達し参りの限界性について、愛知、ファイオタラムダシグマファイオタアルファー第29巻。 2017年、35ページ、土井、10.24546、8101342。古敵からことバンクハットノミネーション、データベースザノミネーションデータベースフォーザ、ノーベルプライズインリテラチは、1901から1950、古敵思想批判からことバンク、川尻文彦、中国近代思想研究方法除説。 愛知県立大学大学院国際文化研究科論集第20巻2019年204ページありがとうございます。